様打ち合いでも一歩も引きません。なかったですね。少しそのリーチの差がやっぱり咲様に有利。さすがこういうところはしっかりとアシストしていきます。踊ってる踊ってる。サチ様のブート、サチ様が試合権利を持って登場です。山下としたらこれできればサチ様から勝利を掴んでベルトを待ったいという思いがあるでしょう。優美ですね。前回あの決勝はアカデミー賞でやられちゃったんでしたっけ。そうなんですよ、やられてしまいましたね。さあここは厳しいスリーパーホールド。まあ、幸様にしてみればまたこの山下を返り討ちにするようなことになれば、おお YSL。幸様は何ですか今の。今まであれをリング内に持ち込めると思っていたんでしょうか。いや、罠でした。罠でしたね。はい、あと多少の悪いことをしてもですね、今のポーズで基礎レフリーが許してしまうという可能性もあるので、レフリーはそのあたり厳格にしていただかないといけないんですけれども、ね。としては見事です。前回の B スタートのタイトルマッチの時にも最後は、ね、かなりキラーな一面を見せて鈴木選手を仕留めてましたからね、はい、さん。まあ、タッグとなったらああいうパートナー欲しいですよ ね、 そうですね。本当に気が利きますからね。気が利くし小回りは利くし、もうずっと動き回っても大丈夫ですからね、プロレスのタッグパートナーとしても優秀で、メイドとしても優秀、完璧じゃないですか。完璧ですね。それは幸様がこの性というものが見つけた瞬間でしょうか。さあ来ましたよ、幸様入ってきてしまった。さあこの組み合わせは
2人はプリンセスマックスアートトーナメント決勝戦、因縁の2人です。お互いね、あの蹴りが得意というところもありますしね。だがちょっと山下ダメージが、まさに鞭のようにしなる長い足の幸様。コーナーにホイップ、来るぞ来るぞ来るぞ、刺さる。そしてダブルにアタック、あっという間に幸様が追い込んでいく。山下カウント2。何かやはり幸様がこの突き込む世界、飲まれてしまいますね。飲まれてしまいますね。さあフィニッシュを狙っているぞ。おっ、かわした水面蹴り、そこから幸様